はい、こんにちは、まあやチャンネル前原です。はい、今日はこちらとこちらですね。うん、神業ワンダの神業フラッシュと神業プロカのスターターセットターボ編です。はい、以前紹介しましたね、神業ショットね、はい、神業ワンダに出てくる、はい、バグミンをこう、ね、捕獲するためのガジェットなんですけども、うん、バグミンを探すためのライトだ探すためのライトですね、はい、それとあとプロカが入ったセット、こういうのも出てましたので買ってきました、はい、じゃあ早速両方開けていきましょう。はい、神業ショット高い、これが、あ、同じようにこういう風に銀のパッケージで入ってんだね、はい、はい、ということでこちらが神業フラッシュですね、はい、デザイン自体がやっぱ神業ショットとそっくりだね、うん、うん、なんかこの辺にドームっぽいのがあって、うん、ここにスピーカーがありますね、はい、でこのボタンを押せます、うん、はい、あとはこの辺がライトっぽいのかな、でここは ね、これは、この神業ショットの上部にこうセットできるみたいだね、うん、ここね、そしてこちらが付属しておりましたレールミンですね、はい、はい、かわいいね、はい、それとスターターセットに入ってたのはこちらのターボミンのスゴレアと、はい、電気ミンとね、はい、それとハサミン、ハサミンですね、はい、はい、この3枚のプロカが入っておりましたね、はい、はい、で下に、スイッチがありますね、はい、これオンにしてもらっていいですか、はい、神業フラッシュって言ったのかね、うん、うん、特に光ったりはしてないですね、うん、はい、で今ですねライトモードになっております。この状態でちょっとボタンを押してもらえますか。はい、あ、光ってる、うん、本当だ光ってるね、うん、なるほどね、はい、これが一応フラッシュ光らせるのかな、うん、普通に懐中電灯で使ってる、普通に懐中電灯で使うやつかこれは、うん、でこれをこうやってずらしていくと、こうすると神業サーチだね、うん、これバグミをねサーチできるんだ。ああ、そうだね、はい、はい、でこれもボタン長押しすると、あ、音違う、あ、違うね、うん、うん、でも光ってるね、うん、ここにですね何やら差し込み口がありますね、はい、ここに、神業プロカを入れるということになりますね、うん、レールミンをちょっと差してもらえますか。これね差し込みの入れ方があるんだよね、こうやって裏返しにして、うん、いいね、はい、そしてこのボタンを押すと、これちょっとね、ここにアニメーションが出るんだ、うん、ちょっと見えにくいかな、うん、多分ね、ちょっと今ライト消してみました。もう一回やってみてもらえますか。はい、あ、こんな感じ、あ、音が変わったまた、うん、ちょっと分かりにくいね、でもね、うん、ちょっとカメラの設定で暗くしてみましたけれども、はい、これでやってみてもらえます。はい、あ、こんな感じだね、また音変わった、うん、こんな感じでアニメーションしております。あ、説明書だとねこの辺に出てくるはずなんだけど、うん、結構上に出てますね、うん、はい、補足説明にありましたね、はい、あの、カードをですねちょっとずらして調整することで、この真ん中に持ってくることができるみたいですね、はい、はい、ちょっとやってみましょうか、はい、はい、ではカギミン、あ、こんな感じ、うん、真ん中に来てるね、ちょっと真ん中だ、あ、よかったよかった、はい、では次はハサミン、あ、こんな感じですね、はい、あ、動いてる動いてる、うん、次は電気ミン、はい、おー、はい、ちゃんと見えるね、うん、次はターボミン、おー、動いてる動いてる、うん、バッチリですね、はい、次は東京おもちゃショーでもらったターボミン、色付き、はい、あ、色ついてる、うん、こんな感じですね、はい、はい、今のアニメーションはこの部分、うん、この部分の微妙なこのドット絵みたいなやつを、うん、こうフラッシュで照らしてる感じだね、うん、ああ、なのでプロカによってはですねここは色付きなんだよね、うん、だから例えばスグレア、そうそうそう、それを読み込むとここでも色付きで見れるということですね、はい、はい、では神業ショットに読み込ませてみましょう、はい、はい、召喚モードになっております、はい、いきます、レールミンからね、はい、おー、
いいね、うん、音が違う。じゃあどんどん行きましょうか。はい、次はハサミ。ハサミ、はい。おお。お、音違うね、やっぱり。音毎回違うのいいね、うん、じゃあ、電キュミン。電キュミン。すごい、うん、音違う。毎回音違うの素晴らしいですね、うん、一応じゃあタブミも読み込ませてみましょうか。はい、これ一緒だね、うん。はい、それでは最後にちょっと合体させてみましょうか、はい、これそのまま合体するのかな。 あ、これ、え、ついた。大丈夫これ、一回つけたら外れない感じじゃない。ほら、大丈夫これ、やばい。取れなくなった。あ、取れた取れた。あ、びっくりした。あ、よかった。あ、よかった、オッケー、こんな感じですね、うん、お、ちょっと一丁前のなんかガジェットだよこれ、うん。普通のカメラみたい、普通のパパのカメラみたいだよね、うん。はい、ということで今回は神業フラッシュと神業プロカスターターセットターボ編でした。はい、ということで今日の動画いかがでしたでしょうか。はい、はい、ね、神業ワンダのこのプロカの音とか、はい、結構ねパパ好きな感じ。確かに、うん、なんかねちょっと懐かしいっていうか昔のゲームっぽいんで音が。そうなんだ。そうそう、だからすごい好きです、好きな感じですね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価ボタンお願いします。はい、そしてチャンネル登録をしていただくと YouTube のチャンネル登録の一覧にマイチャンネルが出てくるようになりますので、はい、ぜひチャンネル登録もお願いします。お願いします。そしてコメントもいただけると大変嬉しいですね。はい、それとマイチャンネルでは Twitter、Facebook ページ、Instagram もやってますのでぜひそちらのフォローもお願いします。はい、お願いします。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。